確実必ず日韓戦になるっていう、あ、そうです、あとはナップスが残ってるか、そうですね、そうですね、はい、まだ分かんない、ミスターでも韓国はもう決勝戦必ず一人来ますね、スペインとか JDCR、 そうですね、どちらかが来ます、ナップス選手、なんか見た目だとひょろっとしてて大丈夫なのかなって思うんですけど、すごいですね、霞食って生きてる、彼は彼何食ってるか分かんないって言われる、本当にご飯ちゃんと食べてるのかなって、食べずにゲームやってるんだと思う、食べずにゲームやって、電磁波とかでこうなんかこうなんかそういう感じなんですか、そういうこと、まあ、でもその本当にミスターアップ選手はまあアメリカの強豪としてもかなり古くからずっとトップ層にいたんですよ ね、まあ、本当にずっと仙人と呼ばれてますから、本当なんか仙人にふさわしいなと思ったらなんか失礼なのかな、でも仙人みたいと思っちゃった、彼多分トーナメントとかじゃなくてやっぱリーグ戦とかね、長い試合でやるとかなり本当にランキング上に常に行きますよ、うん、そうですね、なんかそういう忍耐力みたいなのがすごいんですかね、精神力、まあ、多分集中力が多分強いんだと思う、仙人だからなんか鍛えてるのかもしれないですね、はい、1日多分50試合ぐらい全然できると思いますね、彼は、はい、50試合は多分できると思います、できるね、はい、彼はね、ちなみにユニコさんも実際にやられるというんですけど、1日最長でどのくらいやってました、8時間ぐらいやってました、8時間、はい、8時間までやってました、すごいですね、すごい大好きだ、やっぱやってる最中ってご飯食べたりするのとか忘れちゃうんですかね、そうですね、忘れちゃうとか1分で1分で食べちゃって続けました、もう本当にやり込んでるんですね、そうですね、すごいな、我々ね開発8時間やったらちょっと眠くなってくるいや、ね、寝ないでください、楽しいさあそれでは、はい、準決勝準備が整いましたので、はい、早速進めてまいりたいと思います。準決勝第1試合はのび選手 VS ミスターナプス選手です。レディーファイト、はい、じゃあスタートボタン押してもらって、はい、準決勝第1試合、画面に映っているのはノビですね、はい、ノビの画面ですね、でちょっと練習 CPU 戦一瞬、はい、まあ、レバーチェック入りましてマッチングその後します、すると、はい、さあこの間に先ほどそのミスターナップス選手はそう切りもみを奪った後のコンボがうまくいってなかったので、ここで修正できるかどうかかなりポイントになってくるんじゃないかなと思います、そこに練習しておけば、対するノビアなんかもうコンボがね完璧ですからね、こんな1回やってすぐ切り替えとかできるんですか、いや上手い人はやっぱりそういうレベルでその上達してしまうんですよね、さあ準決勝第1試合、1P 側ノビ選手のラス、対する 2P 側ミスターナップス選手のブライアン、この試合見ていきましょう、さあ開幕接近戦、これはしのいでいるミスターナップス、しゃがんでいるが3発目当たっていく、細かくいくのはミスターナップス、さあノビは投げで切り返そうとしていく、置いてあるのは水面、これは美味しい、長いですねリーチが、さあ削り体勢を取っていくのはノビですけれども、体力的にはミスターナックスがリードしている、中間距離先にどちらが出るかと、今度はノビが出た、うわこれは壁コンボになる、投げは抜けている、さあリーチだぞミスターナックス、これは分かんないよ、どこで使うんだ、投げ通ってしまった、さあこのラウンドはノビのラウンド、ちょっとナップス固まっちゃったかな今ね、ちょっと悩んだんじゃないですか、そのレイジアート使うかどうかというところで、さあ空中ヒット拾っていくのはノビのラス、鏡で運んで壁コンボ、これはタッグ2と同じつなぎ入ってきますね、さあ中段から有利を取って、おーっと惜しい、一定なこれ、これはバウンド、あー任せても、ここですね、ここがうまくいけばナップス的にはというところなんでしょうけれども、さあナップスがレイジ状態、どうする、これは使わない方がいいですね、まだそうですね、ここはどこで使うか、おー惜しい、あこれで入れればいいんだ、これでテイクアウト入れれば、うわー、うわー、何今の、さあどちらが勝つかどうかという、今のスーパースロー入りましたね、入りましたけれども今ね実はナップス勝てたんですよ、はい、浮かせた状態からそこから
レイジアーツうまくつなげば、そうですね、入って勝てたんですよ。コンボがうまくいけばというところだったんですけれども、そうなんですよね、うん、もったいないな今のな。さあしかしこのラウンドはナップスが非常にいい攻めをしていますね。さあこれでのみの体力は残りわずか。 おっとマッハパンチがパワークラッシュだと。マッハパンチで潰しに行ったんだけど、あ、やばい、コンボにやばい見込んでいる。インストラクターやりすぎだぞ。さあ、ね、残った分からない体力差になってきた。分かんない、ナップス頑張れ。おーし、酔っているミスターナップス、さすが。そこはね、さあこれで 2-1。 いやこれちょっと今までの鉄拳にない緊迫感だったね。そうですね。さあカウンタクト、床を破壊してからの空中コンボ。うわー、これはおっと、ちょっとシステムが変わっているようで置き攻めできず、飛んでいる。どこまで減るんだ。やばい持っていかれんじゃん。ここからここまで行く。おお、生き残ったぞ。そういうことだぞ。うわー、ダメか。さあ勝ったのはノービー。素晴らしい試合を見せてくれましたね。そうですね、あのやっぱスーパースロー盛り上がるでしょ。あれはかなり盛り上がるでしょ。これどうなるって感じがいいですね。すごくあれはね、本当に11年ぐらい前からずっとやりたかったんですよ。あ、そうなんですね。いや、そんな昔か。あれ難しいんですよ、あのシステムやるの。意外と。じゃあもう構想は11年前からずっと前からそういうのやりたいって言ったんですけど、かなりちょっと難しい。この世代でようやくできるようになった。ようやくできるようになったと、はい、なるほど。そうなんですよ。だからほら他のゲームやってないでしょ、意外と。これそうです ね、こういう形は盛り上がるんだ、やっぱ見てて。俺こういうほら、俺らも開発者にとってもこれ大会でこういう風に見るの初めてだからさ。そうですよね、そうですよね。だから見ててやっぱりうわーって思うよね。よかったなぁそうですね、これ頑張ったですね。俺がプログラム組んだわけじゃなくて、あの工藤君っていうのが頑張ったんだけど工藤君、なるほど。いやいや、本当に頑張ってくれてよかったな。工藤さんの頑張りが今回頑張りましたね。もうすごいいい演出だ、いい演出だっていうのがニコ生のねコメントでも流れてましたもんね。そうですね、本当に人間なことです。はい、またあのセイントがちょっとカプコンの小野さんに似てるんだよそこなんだ、うん、若干似てるんだよね、うん、そこなんですね。じゃあもう一つとか、あ、そうですか、似てる若干ね、似てるんですさあ画面に映っているのは小野セイントって言われるいいなそれ小野セイントの和也です、はい。まあ、キャラクターは多分変えてこないでしょうから、これは和也対平八のいわゆる三島対決になりそうです、はい。財布出てんでレバーチェック大丈夫ですね。さあ四風と言われる非常に難しいテクニックを、はい、これね、じゃあ練習しています、セイント。はい、マッチングが入ります。準決勝第2試合は韓国対決。いやー、財布対決ですね、これ。 1P 側セイント VS2P 側 JDCR。 ビリビリしますよ、これ。さあ、先ほどから画面を見る目自体がもうバチバチと火花が出るような面持ちで2人とも筐体に臨んでいました。さあ、この試合見ていきたいと思います。お互いにやはり風神拳、まあ、稲妻が出るこのアッパーですね、これがどこで出てくるかと。うわいうところで、さあ反撃を完璧に決めていくのは JDCR。 置き攻め、横に避けている。ここはセイントのディフェンス力。財布、この切れ味が鋭すぎる。なんか音が結構アグレッシブだね。あ、うちそうですね、お互い攻める展開。うわ、うますぎ。さあ、やはりその韓国ではですね、その三島の大使の対策、これがもう完璧ですね。そうなんですよね、彼はね。まあ、そのカズヤっていうキャラクターは、はい、攻撃するときに左側に避けられると結構技がすかりやすいというか空振りしやすいんですけど、もう JDCR をそこ完璧に避けて反撃までしっかりと、今の横移動ですね、左側に横避けて、まあ、カズヤの技を避けていくと。さあ、このラウンドは JDCR が体力を奪われているという状況。おっと、今度様子見に入った。様子見に入りました。さあ、しかしここで大きい一撃決まる。これで体力はほぼ五分。さあ、 JD が盛り返していく。中間距離寄るのはどっちだ。下段から。さあ、お互いギリ行くか行かないかと、このギリギリの距離の駆け引き、これが鉄拳の醍醐味ですね。さあ、有利を取っていくのはセイント。一発当てて下がってと。あっと、削り合いだこれ。さあ、残り時間も時間ねえぞ、ビルビルうちに減ってきた。さあ、どっちが勝負出る。中段はガード、これはセイントにとっては非常に美味しい当たりになった。さあ、残りがないぞ。うわ、もうダメだろ。もう、おい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 
おい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 、時間が迫ります。なぜ動いた、なぜ動いた、まだあるぞ、まだあるぞ、ラスト1秒で、なんで動いたかな、セイントは。もうこのレイジアーツなんですけど、決まるとタイムカウントが止まるんですよね。なので演出は長いんですが、最後まで必ず決まると。いや、それを分かっていて打ったようですね、JDCR。見せましたね、はい、さあこれでJDCR がリーチへ。このしかしこのラウンドはセイントがペースを作っている。超パチカ抜けて中間距離、さあ壁に追い詰められているのは、あら一本取り返さないと、横移動でこれは美味しい。地獄も入った入った。さあ投げを決めて1ラウンド取り返していくのはセイントの和也。さすがに横投げは入るか。奈落から攻めていくのは JDCR。 しかしここは割り込み、お互いに細かい展開を作っていく。キリンで潜る、どうだ、切りもみから奈落、これは使っている。中段級に出していく、ね、あと隙がない、どうやら隙がないようです、この新技。そしてしゃがんでいる、さあ後がないぞ、セイント。どうする、奈落、レイジを生かしている。どこで打つか、奈落、もう一回、次はどうなる、うまい、持っている、うまい、うまい、今のうまいね。さあこれで 2-2 ファイナルラウンド。お、いい試合になった。さあこれは惜しい、ガードが間に合って左かかとで攻めていくのはセイントだが、おっとここで殿下の宝刀すかし風神拳からの空中コンボ、ヒット確認から、これは応戦している。さあセイントの残り体力はみるみるうちに減ってきている。ここで JDCR をあえて攻めていく、わー、これはどうだ、厳しかろう、お気攻め、嫉妬して無慈悲な下段で勝ったのは JDCR。いや、さすが、さすがでした。これにらみ合ってすごいですね。いやー、JDCR 固いね。いやいやいや、それでは、のび選手と JDCR 選手、ステージの方にお願いいたします。準備をお願いいたします。でもね、固い守りをのび選手がうまく、こう、そうですね、突き崩せるかと。そして JDCR は、そののびの攻めを守り切ることができるかというところですね。さあそれでは準備が整いましたので決勝戦始めてまいりたいと思います。決勝戦はのび選手 VS JDCR 選手です。レディーファイト、はい、鉄拳20周年記念鉄拳7エキシビショントーナメント、これが最後の試合となります。さあ最後ちょっとドラグの方をやろうかなみたいな雰囲気を見せましたけれども、ここはラースでいくと、画面に映ってるのはノビ、ノビの画面ですね。でまず1回 CPU 戦でちょっとレバーチェックしていただいて、マッチングとなります。ラウンド1ファイト。お、ね、練習コンボ見せた、コンボを決めているのはノビですね。さあこれマッチングが、はい、これでマッチングします、はい、成立しました。鉄拳7エキシビショントーナメント決勝戦、 1P がノビ VS 2P が JDCR、 これが最後の試合です。皆さん盛り上がっていきましょう。さあ始まりました決勝戦、開幕お互いに前に出る、いきなり前に出たね、2人とも下段から払って、うわ怖っ、ヒント、おっとギリギリ使っている、4割3割のダメージ、見てんな、おい。さあ新しいつなぎをすでに発見しているぞ、ノビ、いろいろあって投げ、右投げ抜けている、体力はほぼ五分の状況、おっと、それはいいね、ヒット確認完璧、 JDCR。 さあ壁に行ったぞ、これは痛い、これは痛い、どうなる、切りもみせず踏みつけて、あっ、これちょっと待って、合うの、間に合う、さあ無理か、まあ今が無理か。さあそして反撃 JDCR、 パチキからの混合総称という、あの多分レイジアーツがどれぐらい隙が大きいか知らない反撃でしたね。そうなんですよね、非常に実は隙が大きいのですけれども、まあ、JDCR これ安定の選択肢を取っていったと。さあこれで1ラウンド目を先取したのは JDCR。 さあこのラウンドは接近戦、
おいいね、組み立てていくのは伸び、今のはいいプレッシャーから下段一気に削り取っていく。さあ今のね下段もそのレイジ状態を突き破る、レイジの体力を残さずに一気に KO するという、まあ、非常に戦略として有効なことをすでに伸びやっていますね。さあこのラウンドも結構強引にいったな今。しかしここで JDCR の反撃がパーフェクト、壁まで行って、しかし位置が入れ替わる。狙いたかったな。さあ切り込みから奈落ライジンからの置き攻め、置き攻めでもちょっと置き攻めうまくいかなかった。そうですね、体力はほぼ五分の状況、お互いレイジがまあ近いので、ここで選ぶ、かなり怖い、これはかなり怖い、何を当てるかというのは非常に重要になってくる。投げは抜けている、投げは通らない、いい削り。さあレイジになったぞ、レイジ危ねえぞ、これをどうするんだ、レイジ危ねえぞ、これは JDCR がレイジ状態、これをどのように生かして、いやいやいや逆転していくか。いやー、さあ残り時間も、ね、怖いよ。さあ打ってきました、意外にもまともに、シャドーカッターで、さあこれでノビが優勝にリーチ。さあ続けて攻めていくのは JDCR、 ラウンド4、いい削り、反撃は完璧で置き攻め、これは起き上がり下段キック有利を取ってからのお互い下がっている。うわーっと切れ味抜群、藤井拳ですか、いける、おっとバウンドしてもう一回壁コンボが入っちゃうよ。さあこれは伸びの体力がもうわずか、さあ削り取っていきました。決勝戦ファイナルラウンド、投げは抜けていく、どうだ中間距離、攻めていくな伸び、細かく前を離していくのは JDCR、 どちらが前に出る、投げ、これは JDCR にはやはり通らず鉄壁の守り、あ、打ち、さあお互い、うまいな、お互い、硬いよ、下段から中段、これはガードしている、なんなの、いやー横から失礼して、これはちょっと思い切りすぎたな。いやー、さあ分からない体力になってきたぞ、しかももう時間がかなり減ってきている、ロブかよ、そしてお互いに攻めない、この時間でもまだ、おお、これは美味しいんじゃないか、どこまで減らせるか。さあ KO はできず、いやー出してきた、酔っている、さあ無理か、すごい、優勝はノビ、ノビが勝ちました、お見事、いやー JDCR 最後ね、さあということで、すごかった、本日のスペシャルトーナメント優勝が決定いたしました、優勝はノビ選手です、おめでとうございます。さあそれでは実況席の皆さん、そして選手の皆さん、ステージ上にお願いいたします。いやいや、もう最後まで、最後まで目が離せない戦いになりましたね。いや選手の皆さん本当にお疲れ様でした。はい、それではステージ上にお並びください。それではただいまより表彰式を執り行います。優勝しましたのび選手には鉄拳20周年記念ファン感謝祭限定の盾を贈呈いたします。はい、それでは原田さんからお願いいたします。これすごいですね、指紋一つついてないのに俺がベッタベタにしてんだけど今すごい、これ歴史ビジョンとは思えないこの重量感とこの素晴らしい、素晴らしい、やばいやばい、落としたこれ、はい、あのクリスタルの盾でございます、はい、クリスタルの盾が渡されました、おめでとうございます。それでお二人で持っていただいてお写真を撮っていただきましょう。原田さんも一緒に持っていただいて、はい、ちょっとお写真の方だけよろしくお願いいたします。はい、二人でこれかなり立派でしょ、カメラの方を向いていただけますでしょうか、ね、すごいですねこれ本当に、はい、そうなんですよこれ、はい、ではカメラの方を向いてください、お願いいたします。いや本当に素敵なクリスタルの盾、鉄拳20周年記念ファン感謝祭限定の盾となっております。贈呈されました、ありがとうございます。そして副賞といたしまして、はい、ファン感謝祭特製バナパスポートカードを差し上げます。はい、あ、そうだ、それは俺、はい、では原田さん、僕がね特別に用意したんですよ実は。そうなんです、はい、今回のファン感謝祭特製のバナパスポートカード、はい、大きい、はい、超大きい、
これマジでこのままゲームセンター持っていただいてここに IC が入ってますので、これ相当これで あのエキシビションで優勝した人だっていうのが一目で分かるようなカードになってますね。このままピッとやってください。でこれちゃんとあの裏もね、ちゃんと裏も書いてあるんですよ。見てくださいこれほらね、こういう風にちゃんと裏にも、まあ、よく見たらこのカードはバナスパスポートカードではありませんって書いてあるんですけど、はいはい、もちろんこれじゃないです。あのちゃんと本物がありますか、はい、あのちゃんとこのでっかい柄のちゃんとしたこの入手のカード、これレアですよ。これクソレアなんで、はい、これヤフオクに出たら確実に君だからさあもう大丈夫です。ヤフオクに出たらあお前じゃんってことになりますんで、はい、なんでなりますかね、はい、気をつけてください、はいはい、ではバナパスポートとこちらのパネルの方も、はい、では一緒に持っていただいてカメラで撮影していきたいと思います。おめでとうございます。いや本当に素晴らしい戦いを見せていただけたなと思います。さあカメラの方大丈夫でしょうか。いや本当におめでとうございます、はい、さあそれでは鉄拳セブン見事チャンピオンでございます。今のお気持ちお願いいたします。いやロケテストでちょっと触ってるんで多少ハンデあったと思うんですけど確かに有利だ、ね、すごい面白いゲームで、正直タッグ2より今面白いのかもしれないと思ってるんで、セブンに期待してます。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。これは美味しい。地獄も入った入った。さあ投げを決めて1ラウンド取り返していくのはセイントの和也。さすがに横投げは入るか。奈落から攻めていくのは JDCR。 しかしここは割り込み、お互いに細かい展開を作っていく。肘で潜る。どうだ、切りもみから奈落、これは使っている。中段切りに出していく。あと隙がない、どうやら隙がないようです。この新技、そしてしゃがんでいる。さあ後がないぞ。セイント、どうする。奈落レイジを生かしている。どこで打つか。奈落もう一回、次はどうなる。うまい、持っている。うまい、うまい、今のうまいね。さあこれで 2-2 ファイナルラウンド。おいい試合になった。さあこれは惜しい。ガードが間に合って左かかとで攻めていくのはセイントだが、おっとここで殿下の宝刀すかし風神拳からの空中コンボ、ヒット確認から。これは応戦している。さあセイントの残り体力はみるみるうちに減ってきている。ここで JDCR をあえて攻めていく。わー、これはどうだ。厳しかろう。大きめで嫉妬して無慈悲投げだって勝ったのは JDCR。 いやさすが、さすがでした。これ睨み合ってすごいですね。いやー JDCR 硬いね。いやいやいや、それではのび選手と JDCR 選手ステージの方にお願いいたします。準備をお願いいたします。でもね、固い守りをのび選手がうまくこう、そうですね、突き崩せるかと。そして JDCR はそののびの攻めを守りきることができるかというところですね。さあそれでは準備が整いましたので決勝戦始めてまいりたいと思います。決勝戦はのび選手 VS JDCR 選手です。レディーファイ、はい、鉄拳20周年記念鉄拳7エキシビショントーナメント、これが最後の試合となります。さあ最後ちょっとドラグの方をやろうかなみたいな雰囲気を見せましたけれども、ここはラースでいくと画面に映っているのはノビ、ノビの画面ですね。でまず1回 CPU 戦でちょっとレバーチェックしていただいてマッチングとなります。お、ね、練習コンボ見せた。コンボを決めているのはノビですね。さあこれマッチングが、はい、これでマッチングします、はい、成立しました。鉄拳7エキシビショントーナメント決勝戦、 1P がノビ VS 2P が JDCR、 これが最後の試合です。皆さん盛り上がっていきましょう。よっしゃ。さあ始まりました決勝戦。開幕お互いに前に出る。いきなり前に出たね2人とも。池田から払って、うわ怖っ。
フィイント、おっとギリギリ使っている、4割3割のダメージ、見てすごいいい演出だ、いい演出だっていうのが、はい、ニコ生の、ね、コメントでも流れてましたもんね。そうですね、本当に人間流れてる、またあのセイントがちょっとカプコンの小野さんに似てるんだよそこなんだ、うん、若干似てるんだよね、そこなんですね。もう一つとか、あ、そうですか、似てる、若干ね、似てるんですさあ画面に映っているのは小野セイントって言われていいなそれ、小野セイント、セイントのカズヤです、はい、まあ、キャラクターは多分変えてこないでしょうから、これはカズヤ対平八のいわゆる三島対決になりそうです、はい、財布出てんでレバーチェック大丈夫ですね。さあ4風と言われる非常に難しいテクニックを、はい、これね、じゃあ練習しています、セイント、はい、マッチングが入ります。準決勝第2試合は韓国対決、いやー財布対決ですね、これ 1P 側セイント VS2P 側 JDCR、 ビリビリしますよこれ。さあ先ほどから画面を見る目自体がもうバチバチと火花が出るような面持ちで2人とも筐体に臨んでいました。さあこの試合見ていきたいと思います。お互いにやはり風神拳、まあ、稲妻が出るこのアッパーですね、これがどこで出てくるかと、うわいうところで、さあ反撃を完璧に決めていくのは JDCR、 置き攻め横に避けている、ここはセイントのディフェンス力、財布この切れ味が鋭すぎる、なんか音が結構アグレッシブだね、あ、うちそうですね、お互い攻める展開、うわうますぎ、さあやはりその韓国ではですね、その三島の大使の対策、これがもう完璧ですね。そうなんですよね、彼はね、まあ、そのカズヤっていうキャラクターは、はい、攻撃するときに左側に避けられると結構技がスカリやすいというか空振りしやすいんですけど、もう JDCR をそこ完璧に避けて反撃までしっかりと今の横移動ですね、左側に横避けて、まあ、カズヤの技を避けていくと。さあこのラウンドは JDCR が体力を奪われているという状況、おっと今度は様子見に入ったの、様子見に入りました。さあしかしここで大きい位置が決まる、これで体力はほぼ5分、さあ JD が盛り返していく、中間距離寄るのはどっちだ、下段から、さあお互いギリ行くか行かないかと、このギリギリの距離の駆け引き、これが鉄拳の醍醐味ですね。さあ有利を取っていくのはセイント、一発当てて下がってと、あっと削り合いだこれ。さあ残り時間も時間ねえぞ、ビルビルうちに減ってきた。さあどっちが勝負出る、中段はガード、これはセイントにとっては非常に美味しい当たりになった。さあ残りがないぞ、うわもうダメだ、もうおい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 、時間が迫ります、なぜ動いた、まだあるぞまだあるぞ、ラスト1秒でなんで動いたかな、セイントはもうこのレイヤーツなんですけど、決まるとタイムカウントが止まるんですよね、なので演出は長いんですが最後まで必ず決まると、今それを分かっていて打ったようですね、 JDCR 見せましたね、はい、さあこれでJDCR がリーチへ、このしかしこのラウンドはセイントがペースを作っている、超パチから抜けて中間距離、さあ壁に追い詰められているのは、あら一本取り返さないと、横移動で確実必ず日韓戦になるっていう、あそうです、あとナップスが残ってるか、そうですね、そうですね、はい、まだ分かんない、ミスターでも韓国はもう決勝戦必ず一人来ますね、セイントか JDCR、 そうですね、どちらから来ます、ナップス選手なんか見た目だとひょろっとしてて大丈夫なのかなって思うんですけど、すごいですね、霞食って生きてる、うん、彼は彼何食ってるか分かんないって言われる、はい、本当にご飯ちゃんと食べてるのかなって、食べずにゲームやってるんだと思う、食べずにゲームやって、電磁波とかでこうなんかこうなんかそういう感じなんですか、どういうこと、まあ、でもその本当にミスターアップ選手は、まあ、アメリカの強豪としてもかなり古くから、うん、ずっとトップ層にいたんですよ ね、はい、本当にずっと仙人と呼ばれてますから本当なんか仙人にふさわしいなと思ったらなんか失礼なのかなでも仙人みたいと思っちゃった、彼多分トーナメントとかじゃなくてやっぱリーグ戦とか、うんうん、ね、長い試合でやるとかなり本当にランキング上に
常に行きますよ。そうですね。なんかそういう忍耐力みたいなのがすごいんですかね。精神力、まあ多分集中力が多分強いんだと思う。仙人だからなんか鍛えてるのかもしれないですね。はい、1日多分50試合ぐらい全然できると思いますね、彼は。はい、50試合は多分できると思います。できるね、はい、彼はね。ちなみにゆり子さんも実際にやられるというんですけど、1日最長でどのくらいやってました？8時間ぐらいやってました。8時間、はい、8時間までやってました。すごいですね。すごい大好きだ。やっぱやってる最中ってご飯食べたりするのとか忘れちゃうんですかね。そうですね、忘れちゃうとか1分で1分で食べちゃって続けました。もう本当にやり込んでるんですね。そうですね。すごいな。我々ね、開発8時間やったらちょっと眠くなってくる。寝ないでください、楽しい。さあ、それでは、はい、準決勝準備が整いましたので、はい、早速進めてまいりたいと思います。準決勝第1試合はのび選手 VS ミスターナプス選手です。レディーファイト。はい、じゃあスタートボタン押してもらって、はい、準決勝第1試合、画面に映っているのはノビですね。はい、ノビの画面ですね。でちょっと練習 CPU 戦一瞬、はい、まあ、レバーチェック入りましてマッチングその後します。すると、はい、さあこの間に先ほどそのミスターナップス選手はそう切りもみを奪った後のコンボがうまくいってなかったので、ここで修正できるかどうかかなりポイントになってくるんじゃないかなと思います。そこに練習しておけば。対するノビアなんかもうコンボがね完璧ですからね。こんな1回やってすぐ切り替えとかできるんですか。いや、上手い人はやっぱりそういうレベルでその上達してしまうんですよね。さあ準決勝第1試合、 1P 側ノビ選手のラス、対する 2P 側ミスターナップス選手のブライアン。この試合見ていきましょう。さあ開幕接近戦、これはしのいでいるミスターナップス、しゃがんでいるが3発目当たっていく。さあ新しいつなぎをすでに発見しているぞノビ。いろいろあって投げ右投げ受けている、体力はほぼ五分の状況。避けてからそれはいいね、ヒット確認完璧 JDCR。 さあ壁にヒット、これは痛い、これは痛い、どうなる、切りもみせず踏みつけて、おこれちょっと待って、合うの、間に合う、無理か、まあ今の無理か。さあそして反撃 JDCR、 パチキからの混合総称という、あの多分レイジアーツがどれぐらい隙が大きいか知らない反撃でしたね。そうなんですよね、はい、非常に実は隙が大きいのですけれども、まあ、JDCR これ安定の選択肢を取っていったと。さあこれで1ラウンド目を先取したのは JDCR。さあこのラウンドは接近戦、おいい、ね、組み立てていくのはノビ、今のはいいね、プレッシャーから下段一気に削り取っていく。さあ今のね下段もそのレイジ状態を突き破る、レイジの体力を残さずに一気に KO するという、うん、まあ、非常に戦略として有効なことをすでにノビやっていますね。さあこのラウンドも結構強引にいったな今。しかしここで JDCR の反撃がパーフェクト、壁まで行って、はい、しかし位置が入れ替わる、狙いたかったな。さあ切りもみから奈落ライジンからの置き攻め、置き攻めでもちょっと置き攻めうまくいかなかった。そうですね、体力はほぼ五分の状況、お互いレイジがまあ近いので、いやいやいや、かなり怖い、これはかなり怖い、何を当てるかというのは非常に重要になってくる。投げは抜けている、投げは通らない、いい削り。さあレイジになったぞ、レイジ危ねえぞ、これをどうするんだ、レイジ危ねえぞ、これは JDCR がレイジ状態、これをどのように生かして、いやいやいや逆転していくか。いやー怖い、さあ残り時間も、ね、怖いよ、ダーン、打ってきました、意外にもまともに、シャドーカッターで、さあこれでノビが優勝にリーチ。さあ続けて攻めていくのは JDCR、 ラウンド4、いい削り、反撃は完璧で置き攻め、これは起き上がり下段キック、有利を取ってからのお互い下がっている、うわーっと切れ味抜群、風神拳ですか、いける、おっとバウンドして、もう一回壁コンボが入っちゃうよ。さあこれはノビの体力はもうわずか、さあ削り取っていきました、押された、
決勝戦ファイナルラウンド。ナビは抜けていく。どうだ、中間距離攻めていくな。ロビー細かく前を離していくのは JDCR。 どちらが前に出る。投げ、これは JDCR にはやはり通らず、鉄壁の守り。あ、1、さあお互い、うわー、うまいな、お互い、硬いよ。下段から中段、これはガードしている。なんなの、いやー、横から失礼して、これはちょっと思い切りすぎたな。さあ、わからない体力になってきたぞ。しかももう時間がかなり減ってきている。ロブかよ。そしてお互いに攻めない。この時間でもまだ、これは美味しいんじゃないか。どこまで狙ってるか。さあ KO はできず、いやー出してきた。細かくいくのはミスターラプス。さあノビは投げで切り返そうとしていく。置いてあるのは水面、これは美味しい。長いですねリーチが。さあ削り体勢を取っていくのはノビですけれども、体力的にはミスターラプスがリードしている。中間距離先にどちらが出るかと。今度はノビが出た。うわこれは壁コンボになる。投げは抜けている。さあレイジだぞミスターナップス。これは分かんないよ、どこで使うんだ。投げ通ってしまった。さあこのラウンドはノビのラウンド。ちょっとナップス固まっちゃったかな今ね。ちょっと悩んだんじゃないですか、そのレイジアート使うかどうかというところで。さあ空中ヒット拾っていくのはノビのラス。鏡で運んで壁コンボ、これはタッグ2と同じつなぎ入ってきますね。さあ中段から有利を取って、おーっと惜しい、一定な、これこれはバウンド。あー、またしてもここですね。ここがうまくいけばナップス的にはというところなんでしょうけれども、さあナップスがレイジ状態、どうする。これは使わない方がいいですね、まだ。そうですね、ここはどこで使うか。おー、惜しい。あ、これで入れればいいんだ、これでテイクアウト入れれば。うわー、うわー、なに今の。さあどちらが勝つかどうかという。今のスーパースロー入りましたね。入りましたけれども今ね実はナップス勝ってたんですよ、はい、浮かせた状態からそこからレイジアーツうまくつなげば、そうですね、入って勝てたんですよ。コンボがうまくいけばというところだったんですけれども、そうなんですよね、もったいないな今のな。さあしかしこのラウンドはナップスが非常にいい攻めをしていますね。さあこれでのみの体力は残りわずか。 おっとマッハパンチがパワークラッシュだと。マッハパンチで潰しに行ったんだけど、あ、やばい、コンボに、うわ、やばい踏み込んでいる。インストラクターやりすぎだぞ。さあ、残った分からない体力差になってきた。分かんない、ナップス頑張れ。おっ、酔っているミスターナップス、さすが。そこはね、さあ、これで2-1。いや、これちょっと今までの鉄拳にない緊迫感だったね、今ね。そうですね、さあ、カウンターヒット、床を破壊してからの空中コンボ。うわー、これは、おっと、ちょっとシステムが変わっているようで置き攻めできず、飛んでいる、どこまで減るんだ、やばい、持っていかれんじゃない、ここから、ここまで行く、おー、生き残ったぞ、そういうことだぞ、うわー、ダメか、さあ、勝ったのはノービー、素晴らしい試合を見せてくれましたね、そうですね。あのやっぱスーパースロー盛り上がるでしょ、あれはかなり盛り上がるでしょ、これどうなるって感じがいいですね、すごく。あれはね、はい、本当に11年ぐらい前からずっとやりたかったんですよ。あ、そうなんですね。いや、そんな昔か。あれ難しいんですよ、あのシステムやるの、意外と。じゃあもう構想は11年前からずっと前からそういうのやりたいって言ったんですけど、かなりちょっと難しい、この世代でようやくできるようになった、ようやくできるようになったと、はい、なるほど。そうなんですよ、だからほら他のゲームやってないでしょ意外と。これそうです ね、こういう形は盛り上がるんだ、やっぱ見てて。俺こういうほら、俺らも開発者にとってもこれ大会でこういう風に見るの初めてだからさ。そうですよね、そうですよね、だから見ててやっぱりうわーって思うよね、よかったなそうですね、これ良かったですね。 俺がプログラム組んだわけじゃなくて、あの工藤君っていうのが頑張ったんだけど工藤君、なるほど、工藤君、いやいや、本当に頑張ってくれてよかったな。工藤さんの頑張りが今回頑張りましたね、本当に。